皆さんこんにちは、清水の主です。今回は三角形 ABC の面積を求めていきます。それではやっていきましょう。初めですが補助線を引いていきます。外角定理よりここの角度が45度だということが分かります。ってことは45度90度なので、ここの角度は45度だということが分かります。ってことはこの三角形というのは三角定規の1対1対ルート2という形で、ここの長さが分かるという形ですね。ここの長さを x 軸に4対 x はルート2対1だということが分かるので、ルート2対1で内かける外をすればルート 2x は 4、 x はルート2分の4で、有理化すると2ルート2と出てきました。なのでここの長さは2ルート2だということが分かります。そしたらここが AB が底辺とした時、高さがここになりますね。2ルート2ってなるので、底辺×高さ割るで求まることができます。底辺×高さ、まあ、×2 分の1、まあ、割る2でもいいですね。で約分することができ、答えは4ルート2が正解となります。今回の問題はここの x の高さが求まればできるような問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。